皆さんこんにちは。皆さんのことは大好きな一坊ちゃんでございます。はい、どうも。昨日ですね、特別支援学校 の学校説明会、授業の様子も見たんで、ちょっと参観というかオープンキャンパス的な要素も少しあったんですけど、行ったことについてお話ししたいと思います。で、まずはじめに、うちの生がね、今自発に通っていて、で、来年度ですね、春から地域の小学校に行くのか、シンが行ってて来年リオが入学する予定の同じ小学校に行かすのか、それともその特別支援学校に行かすのかっていう、選択をもうだんだん迫られてる時期でして、で、僕の中ではその特別支援学校一択やったんですよ。はい、障害の程度もね、指摘が重度なんで、特別支援学校でしょっていうふうに決めつけてる部分があったんですね。でも、そもそもその特別支援学校ってどんなところですかって言った時に、通ってた方とか、そこで働いてた方やったら、あーってイメージ湧くと思うんですけど、一般の方らは分からないと思うんですよ。うん。だからこの動画で同じように知りたい方とか悩んでる方とか、情報の一つとして知識として入れたい方のためにお話しします。で、正直僕は無知です。いや、無知でした。いや、今も無知。はい。昨日学んだことを、お伝えできたらなと、はい、アウトプットしたいなということで、はい、お話します。で、生徒も5年以上一緒に生活してきて、いろいろ障害のことも生のおかげで勉強させていただいたものの、特別支援学校については全然やはり知識がなくて、で、昨日見に行ってきました。それで、まず特別支援学校って何なのかっていうと、いわゆる地域の小学校の就学が難しいなと思う方とか、うまくその対応できないなっていう方のために、よくね、通級クラスとか、いわゆる昔で言った養護クラスみたいな、今で言う特別支援クラスっていうのがありますよね。各学校にあると思うんですけど。で、そこでのその、なんて言うんでしょう、授業というかカリキュラム難しいなっていう子向けに、それに特化した学校があります。それが特別支援学校です。だから、校区が、なんて言うんでしょう。自分のエリアっていうんじゃなくて、いろんな自治体から集まってくるっていう感じなんですけど。で、うちからはかなり遠くて、バスで1時間以上ぐらいかな。はい。で、行くみたいなんですね。で、これまで、やっぱり生は、なんて言うんでしょう。生自身のことを考えて就学させたいなと思ってて。で、まずね、正直、リオとナオが今行ってる幼稚園で、すぐ隣にシンが行ってる小学校があって、で、セイが行ってる自発は全然反対側なんですけど、そんな遠くないんですよ。車で10分もあれば着くんで、はい、信号引かなかったら5分とかで着くんですよね。で、今後ね、セイが来年ね、リオと一緒に入学してくれたら、それは楽ですよ。だって行事も一緒ですし、お迎えも一緒なんで、負担っていう部分ではめっちゃ親としては楽です。いるものも分かってるし、買うものももうね、去年進路で買って分かってるし、でもそれだけの選択して選んでいいかなっていうのがあって、そもそもその親事情で決めなあかんこともありますよ。それは人生、例えば両親が共働きのフルタイムで、で、本当は小さい間は日中ずっと子供と長くいたいけど、仕事も育休の期限とかでなかなか取れなかったりするから、いや、もう追えずちょっと未満児から保育園に預けるっていう方もおられますし、子供を見たくなくて預けてるだけじゃなくて、そうじゃなくて取りたいのに預けてる人もいます。でも、それは親の仕事の事情っていう事情じゃないですか。ほんでやったらおるみたいな、それと一緒で、親事情で決めなあかんこともあるんですよ、世の中には、生活には。でも、ここはやっぱりね、僕が後から後悔したくないために、生だけで考えたい。だから、生が一人っ子やったらどういう判断僕がするかなっていう基準で決めようと思います。もう親がしんどいとか大変とか、そんなんはもう、後の話。やってみて無理やったらもう、僕が倒れて、ちょっと今の生活無理ですってギブアップして、やっぱり地域にとか、またその時に考える。だから、皆さんやっぱり悩まれてどうしようどうしようどうしようって考えられてるって他の親御さんから聞いたんですけど、フィクションのこれから先の未来をどうしようって悩みすぎても、
イメージでしか答えできないんで出せないんですよ、人って。だってケーススタディで必ずそうなるとは限らないんで、はい、そうでしょ。だってもう今雨降っとったら傘差していくけど、天気予報が見れないような時代にね、あと3日後に雨降るかどうかわからんから、もしものために傘持っていこうぐらいじゃないですか。それと一緒なんですよ。何かが起きるかもしれないけど起きないかもしれないんで。で、結果的に、まあ、僕はどうしようかっていうと、まあ生一人やったらやっぱり、一人っ子やったらね、地域の学校でやっぱ友達ともまだ交流ができない、発語も、まあ、ほぼないから、意思疎通が難しい。で、まあじっと座って勉強っていうのもなかなか難しいし、やっぱり計算とか字書いたりができない。はい、年長だったらね、もう早い子だったらひらがな、カタカナちょっと書けたりとか、簡単な雑談できること多いじゃないですか。そういうところが1、2、3っていう数字の順番も分からへんし、書くのもできない。で、考えたときに、あのね、確かに支援クラスもありなんですけど、でも支援クラスって、その、4、5人とかに対して1人の先生みたいなイメージやったんですよ。やったら、特別支援学校って、もっと少ない人数で先生の数が多いから、まあ1対1に近いというか、感じやし。で、やっぱりね、学校の中の支援クラスで先生方がめちゃくちゃ頑張ってくれても、その大半は通常の学級持ってる先生なんで、そこの問題点とか悩みを共有できるチャンスって少ないですけど、特別支援学校やったら、その、もう各おのおの先生がその道のスペシャリストというか、スペシャリストは言い過ぎですけど、その問題点一緒なんですよ。だから、わかりやすく言うと、灘校で、その受験対策とか、東大、京大、医学部とかの、国立学部の対策を、やりたいって言った時に、周りの生徒も先生もそれに特化してるから、スムーズにスッと先生も解決策を知ってるけど、例えば、私立でも、まあ、偏差値がその50以下の平均以下とされるような学校とか、その大学の旧帝大とか、東大、京大とか、医学、国立医学部に行ってないような学校で、僕東大行きたいですって頑張っても、その子がめちゃくちゃ頑張ったとしても、先生自身が、そっちの道の情報があんまりなくて、専門学校とか短大とか、まあ、4大でも私立とか文系とかが多いような学校だったら、先生がどんだけ頑張ってくれても、その、なんて言うんでしょう。やっぱり、差が出るんですよね。で、これは僕は、ちょっと失礼な発言してるんで、その、偏見で言ってるかもしれないんですけど、ただ、その、なんて言うんでしょう。地域で支援クラス持ってる先生がダメって言ってるんじゃないです。それは、むしろめちゃくちゃ優秀でめちゃくちゃ知識がある方もおられると思います。ただそうじゃなくて割合で言うとね、割合。あくまで割合の話。はい。だって地域の学校やったら各クラスあっても、その障害に特化してない通常のクラスを持ってる先生が教員として多いから。でも、特別支援学校は何かあったり、担任が熱出たり、例えばコロナで休んだりとか、何かあった時でも、他の先生の代打で対応できることってすごい手厚いんちゃうかなっていう。で、考えたら、親の楽とか、そんなことを、一秒でも頭をよぎった僕はもう失格やなと。はい。もうその特別支援学校でしょ、という、まあ、結論でございます。で、僕、ただの感想言ってるだけで、特別支援学校選ぶにあたって、支援学校ってどんなとこだと、どういう基準なのっていうことをお話します。はい。で、まず、支援学校は、昨日ね、その、初等部の部長さんから挨拶があって、まあ、いわゆるだから、小学校長みたいなもんですよ。初等部、中等部、高等部ってあります。はい。うん。だから、初等部はいわゆる小学生の年、中等部は中学生の年、で、高等部は、頭の後ろ誰がやねん。それここやんけ、お前。はい、高校生の学年の年で、で、それぞれの部長、いわゆる校長ですよね、学校で言ったら、がおられます。で、その、まあ、初等部は、幼稚園上がりでも子供園上がりでも、そういう自発とか療育園上がりでも行けます。はい。で、行くのには、まあ、これ自治体によって基準違うらしいんですけど、まあ、知的障害で、まあ、認定、障害として手帳を持って認定を受けてる方とか、まあ、手帳なくても通えるとかいうところもあるみたいなんで、それは、各々の自治体に確認してください。はい。基本的には、まあ、いわゆる、療育手帳なんで、知的障害が、まあ、ある、認められる方ということが条件みたいです。で、次に、地域から、ね、後から2年とか3年で勉強ついていかれへんから、特別支援学校に行けるのかっていうのは行けます。はい、これも学校のルールで、その、学校とか各自治体の教育委員会のルールなんですけど、まあ僕の地域では、
その年度替わりだったら受け入れしてますということなんで、例えば1年生をリオと生と一緒に入学させて、やっぱり生支援クラスって絶対無理やな、余計生もかわいそうやなって、あの授業でずっとさせられて合ってないなって思って、2年から特別支援学校、これ OK です、 OK で、よく巷で噂で聞く支援学校から通常学校に行けんのかと、地域ので、これ無理やでってみんなに聞かされてるんですよ、無理やから、だから悩むねみたいな、それ無理やからと、一方通行やと。で、あ、そうなんやってみんな言うんですよ。で、聞いた人聞いた人。で、今日学校に確認しました、先電話で。そしたら、いや、そんなことないですと。うん。あくまで親御さんの判断と、まあ、地域の市教委とか、学校の判断なんで、あの、まあ、いわゆる2年生終わる年まで、特別支援学校にいて、著しく成長して、読み書きとか数字もなんか得意になる子とか、中にはいるんですって。で、地域の学校行くっていう方もおられますと。あ、じゃあ別に、今行ったら一生そこみたいな、その永久就職とか結婚じゃないから、別にその、そんな悩まんでええやんって。うん。引っ越しやったら大変ですけどね、家もう一回買って、もう一回買ってとか。学校帰るのは別にね、いやでも友達とかはが、確かにそう。でも、そもそもうちで言うと、友達との交流とか、意思疎通がまだできないんでうまく。だから気にせんでええやんと思って、1年から入ったからって、その1年から今日友達作って帰ってきて、あのな、田中博士君と友達になってな、今日な、スイッチしに行くねってならへんから、うちで言うとね、今は。はい。なっとって転校かわいそうやけど、まあ、ならへんから、だから別にそこは僕は気にせんでええかなっていう。はい。本人が合ってる、あ、この授業が合ってると思うタイミングで変える必要があったら変えてあげたらいいかな。だから別に、あの、とりあえずこっちでっていう感じでもいいかなとは思いました。はい。で、授業をどんなことするのかっていうと、ちょっと資料印刷しておく。はい。まあ、1時間目からそのね、5時間目までが大体1年生っていう普通の学校では、地域ではね、やるじゃないですか。で、まあ、国語と算数が多いんですよね。でも、特別支援学校のカリキュラムでは、なんちゃら遊びっていう名目にしてました。だから、国語、算数ってカチカチ刺すんじゃなくて、まあ、当然知的障害の子が行くので、その、やっぱり、読み書きできないっていう子で入ってくる子がほとんどだと思うんですよ。で、言葉数っていう授業とか、あとは、体育は体育やな、音楽遊びみたいなやつとか、体、体って多いな、体って、うん、体ってよく書いてある。はい。で、基本的には1時間目、朝登校したら着替えです。着替えをする。はい。みたいです。で、朝の運動をします。その後。1時間目は。はい。だから授業じゃないんです。1時間目は着替えと運動。なんか体にいいですね。毎朝はいきなり運動って。ああ、これすごい配慮してるね。やっぱルーティーンのこだわりがある子も絶対多いから、日によってこう授業がむちゃくちゃやっても、なんで朝のいつもの体操せえへんのってなる子いるんでしょ。だからもう1時間目は共通して、月から金まで着替えたら、朝の活動したら運動っていう、もうその流れで登校したらやるっていう決めてるんですね。で、2時間目が朝の会、何すんやろ、朝の会をするみたいです。はい。お話とかかな。だから授業は2時間やらない。で、3時間目が、言葉数だったり、体だったり、その日によって違う。はい。で、4時間目も、その日によって違う。はい。だから、いわゆる算数、国語みたいなことは、かっちりとやらない。言葉を教えたり、数を教えたりみたいな感じだと思います。で、4時間目はまた給食。で、5時間目、6時間目なんですけど、5時間目が、掃除とか、課題とか片付けとかって書いてますね。はい。で、6時間目は遊びながら終わりの会ということで、はい。まあ、授業はだから3、4時間目だけで、1、2はまあ、体操と朝の会。で、5、6も、片付けとか終わりの会みたいな。だから、6時間のうち2時間だけ授業やって、まあ、確かにそうですね。ただでさえ座るの難しかったり、勉強がその苦手だったり、読み書きできない子に6時間やらせるって、それ、これね、かなり、負担ですもんね。本当に。だから、足腰が衰えた高齢の方に、山頂まで今から上がってきてくださいって言っても無理やけど、山登りしたり足腰鍛えたり、競輪選手みたいなのを、
足腰がっちりですっていう人にちょっと上登ってってもできますもんね。だからその子に合わせた状態をよくあのカリキュラムに入れていただいてて、授業はもう2時間で、あとの4時間は授業やけど違うことをすると。でその授業の2時間も遊びという形にすると。はい、まああの本当にこれだけ見ると、あの真の時間割のね5時間とかねと比べて、まあ絶対特別支援学校やなと今のところこれで思いますね。はい、ただデメリットっていう言い方は僕好きじゃないんですけど、まあデメリットとしては、当然そのそもそも僕の考えですよこれ、そもそも苦手な人が得意な人よりもやってる量少なかったら余計に差開くっていう考えなんですよ。例えばあのそうやな、運動得意で身体能力も高くて、でその人はまあスポーツテストでもあの学年1位とかでした、いやわしやないか、わしやないかそれ、はいすいません。でその人が事務職をして一切運動しなかって、で、まあ運動が体育3、4ぐらいの普通ぐらいで、スポーツテストもその学年で真ん中にちょい上ぐらいの、ね、人がね、差があると。その時に1年間その体力テストのために練習毎日したら、もともと得意な人に勝つかもしれへんけど、その、得意じゃない苦手な人が、苦手やからってその運動を避けて余計やらなくなって、で、得意で1位の人が、俺得意やからってガンガンその道やったら、もうその差はますます開くんでしょうっていう理屈上ね、そういう考えなんですよ。だから特別支援学校のデメリットとしては、そのただでさえ勉強とか読み書きがなかなか同世代の同じその発達年齢の方に比べてかなり数値的に低いという方が、さらにその授業をせずにあの6時間のうち2時間だけ、しかも2時間もガチな勉強じゃないっていう感じだったら、学習面の差は正直どんどん開くのは否めないかなっていうふうにはカリキュラム上ね思います。はい、やっぱり東大行ってる人もあの1日5分の勉強の人と1日10時間してる人で、あの東大生入った人に勉強の時間聞いたら、いや5分だけでしたっていう人は圧倒的に少ないと思うんですよ。はい、本当に地頭良くて IQ 高くて、あの勉強せずにでも理解するタイプの人かなと。はい、まあ、そもそも東大入る時点で平均より全然できない人っていう人はほぼほぼ少なくていないと思うんですけどね。はい、だからその方向性ですよね。もう勉強はいいから、この子が過ごしやすくて不登校ならずに楽しんで生き生きさせてあげたいという思いで、勉強なんて二の次三の次よっていう考えで言うなら、絶対特別支援学校の方が僕は生にとっていいかなって。で逆にそのリオたちとシンと一緒に行かせて、いやもう勉強とか無理やし、授業も落ち着いてられへんし、支援クラス行ってもわちゃわちゃ登ったりしてしまって、そのなかなかこう生活本人もちょっとしづらくて、学校楽しいよりも学校ちょっとしんどいって思う部分が出てくるかもしれないけど、いつかこう成長ってしていくんで、人ってね18歳ぐらいまで IQ 伸びるって言ってるから、今の IQ が14ぐらいとかで低くても、その年齢に対して14なんで、5歳の14って言ったら本当に1歳とかじゃないですか。でも18歳の14とか、まあ18歳の時に IQ25 が仮に出るなら、 IQ25 だったら4歳半ぐらいの年齢ですよね。だって IQ50 で18歳の半分9歳やから、 IQ25 だったら 4.5 歳、4歳6ヶ月ぐらいの児童になるから、そしたらちょっと話したり読み書きとか簡単な計算できるかもしれないですね。って考えたら、その先を見越して勉強させておきたいから地域の特別支援クラスでっていうことも、あの勉強面で言うとありかなと思います。本当にそれはやしに、あとはね、シンとリオと一緒に入れて、ほんでなおもう翌年入ってくるんやったら、行事も他のことも兄弟のフォローがあるかなっていう、背を気にかけてくれるっていうもメリットとしてありますよね、うちで言うと。だからね、まあ、あの特別支援学校一択でって決めつけてたけど、僕はあの特別支援学校に入るという前提を置いといて、で特別支援学校これからオープンスクール年2回やるんで行きますよ、行きますけど、あの地域の学校の、まあ、今シンが行ってる学校のその支援クラスがなんとね4、5クラスぐらいあるんですよ。はい、で多分そのいわゆる学力っていう言い方悪いな、その授業できる度合いで分かれたりしてるのかなと思うんですけど、まあ、分かんないです、人数割かもしれないんですけど、それを見てね、見る分にはいいじゃないですか。
で見てめっちゃ良かった、うわ悩んだってなったら、それもいい悩みじゃないですか。悩んだら悩むだけで、見てあこれは性にはあれやなって思ったら、別にもともと考えてた意見で決定なわけやから。そうだから、あの車買う時の二者見積もりとか、家買う時の二者見積もりと一緒で、うん、もう前提で置いといて、ここ本命って、で地域見た結果最終判断した方がいいかなって。結局ね、情報を選別するときって少ない情報からより多い方が選択して正しいものを得られやすいんで、はい、2個からやったらこっちって、それはこっちに勝ってるだけで決めるわけじゃないですか。3個4個あった方が、うん、その中で1番って決めれるんで、はい。まあ今回で言うと、基本的にはね、私立とかは考えてないから、もう公立の地域か公立の特別支援学校の2択ですけど、はい2択ですけど、選択肢ないより絶対いいので、はい。で、またね、今後撮影ができるのを撮って様子も公開して、はい、していきたいなということで、この辺で今日は終わりたいかなと思います。今日はね、ごめんなさい、チャットでね、皆さんの話は全く見てなくて、今日はこれできたら YouTube の動画にしたいなと思ったんで、まあ、これからね、こうたまにはこういう動画も、遊んでる様子だけじゃなくて、手帳交付の時の注意点、留意点とか、申請に必要なポイントとかね、あとはその、まあ、いわゆる審判形式の発達検査してるとこ多いんですけど、はい、田中美音とか、いろいろありますけどね、それの、発達検査がうまくできない時の話とか、前、まあ、ありましたから、あとはね、特殊手当の、まあ、2級1級の違いと、はい、申請のポイントとか、はい、まあ、あとは重心とかね、障害児手当のこともそうですし、はい、あとはまあ通所の受給者証の話とか、はい、いろんなことをね、話していきたいなと思いますんで、はい、たまにはこういう動画も上げていこうと思います。では皆さん、はい、見ていただいてありがとうございました。